日本近畿地方大阪府大阪市湖の花区、舞島舞島は大阪府大阪市湖の花区にある人工島。面積は約220ヘクタール。新都心の開発を目指して、1988年に策定されたテクノポート大阪計画の対象となった人工島3地区の一つ。大阪歩行の一角を占め、レジャー施設や物流拠点などが誘致されている。 アミティ・マイシマ大阪市環境局マイシマ工場、大阪市マイシマスラジセンタープロロジスパーク、マイシマ2大阪市西部の大阪港北港に位置する人工島。行政上は、この花区に属し、北港緑地と北港白津の2つの町名が設定されている。島は3つの道路橋で島外と接続しており、北の常吉大橋で常吉と、東のこの花大橋で、 国交と南の夢舞い橋で夢巣と結ばれている。舞島は東側が物流、環境ゾーン、西側がスポーツレクリエーションゾーンと位置づけられている。1972年7月、廃棄物処理、埋め立て場として、この花口先水面を埋め立て、不登用地、公園緑地、五岸等公共用地の造成を行う事業が認可決定された。現在、 舞島の愛称で呼ばれている埋田立地の名称は北広北地区。1987年、北広北地区では廃棄物の受け入れを完了した。大阪市政100年記念事業として1983年に検討が始まった臨海部の開発構想はテクノポート大阪構想として策定された。この構想において北広北地区には文化リクリエーション施設などを開発。 従業人口1万人、昼間人口2万2千人の規模を2010年度に達成する計画であった。1991年、舞島という愛称が一般公募により定められた。舞島をスポーツ施設を集積したスポーツアイランドとする構想は1990年によりあり、人口スキー場やゴルフ場を設ける案もあったという。1997年の 第52回国民体育大会に向けての施設整備が進められ、舞島ベースボールスタジアム、舞島アリーナ、舞島球技場が試合会場となった。1990年代末より進められた2008年の夏季オリンピック招致構想では、舞島がメイン会場とされた。しかし2001年の IOC 総会で開催地は北京と決定し、落選した。 オリンピック誘致失敗後は未開発地の活用が課題とされる。プロサッカークラブのセレッソ大阪が練習場を設けたのを皮切りとして、プロ野球球団オリックスバファローズが練習拠点2軍本拠地を設置、プロバスケットボールチームの大阪へ別サが本拠地とする。ありがとうございます。